偏頭痛に悩まされてる人いますん。どうもガンプランナーです。自分は子供の頃からずっと悩まされてて、バファリン効かなくなったら人生終わるとガチで思ってたのん。ところが10年ちょっと前かな、あることがきっかけで偏頭痛ほぼほぼなくなったのんよ。それが、首の凝りをほぐすことだったのん。まあ当時 FF11 やりすぎで24時間異世界転生状態。ほんで自分はうつ伏せでやってたのん。そしたらまあ偏頭痛末期。週に2度ペースでこめかみ爆発するんじゃ。ってレベル。吐き気もすごかったし限界だったのん。そこに現れたお師匠。当時仲良かった女友達がちょうど頭痛い時に電話かけてきて、そのこと話したらすぐにおいでと。わらにもすがる思いで行ってみたら首肩肩甲骨あたりをマッサージしてくれて、ものの5分で治ったのん。それからはもうその子は肩こりお師匠になったのん。ほんでその子が試していいって言ってた。本題に行くわ。さあちょっと面白くなってきたグラボ。先日上げた中古グラボの動画でも見た通り、RTX 3000シリーズが結構安くなってて、そこに来たコメントを見ると、どうやらラデオンもかなり安いと。新しいところでは RTX 4090が萌え、RX 7900シリーズが安めなもんだから。出たばかりの RTX 4080も慌てて値下げすると、え、あれ ?12 月中旬にって話だったんだけどん。現状はまだなんだのん。ほんで RX 7900シリーズはわっぱ売りだったんだけどん。ライバル RTX 4080と変わらないか以前見た配信だと負けてたんだよなん。ドライバーがまだって話になってたけどん。今後 RTX 4080が価格を落としてくるとしたら、もうワッパとコスパ売りにできないのん。とまあいろいろ選択肢がある中、みんな何を買ったのかなと。そしてまだ買ってない人、これからの選択肢は。年明けから RTX 4000シリーズ、RX 7000シリーズの買いモデルが出るよねん。こっちを狙ってた人、もしくはミドルも見てからハイエンドとどっちにするかみたいなぐらいのな人もいるかなん。ほんでここでもう一つ、今はまだ必要ないかな、もうちょい待てるかなって人は、RTX 5000シリーズの情報がちょっとだけあったのん。はい、これじゃない。今回もリーク情報になるので実際に発売されるものとは違うかもしんないよん。価格はやっぱりまだわからない。ただし最近の流れからして、上は30万からなのかのん。なんだかんだでライバルは RTX 4090についてこない。ほんで RTX 4090燃えようが高かろうが買うやつは買うよね。と味を占めた場合、値上げ。してくるんだろうね。発売時期、2024年。まあまた10月以降だろうから2年後だねん。アーキテクチャはブラックウェル。あとはすごいざっくりしてんだけどん、ハイエンドモデルはチップレットになる可能性が高い。最近の CPU で見るああいう構造のことだよねん。多分ブラックウェルの評価用 SKU は巨大な MCM を含めて多数存在。まあ種類がいっぱいあるってことぽい。 SM の構造が新しくなる。ハイパースピードバスが SM チップレットに相互接続される。もう全然わからん。RT パイプラインの一部のデノイジングアクセラレーターを搭載。なんそれ。いや、これに関しては詳しい人でもマジで謎っぽいよん。レイトレーシングとパストレーシングの両方にとって重要なものらしいのん。そうそう。パストレーシングって何かね。マジで。なんかね、RT とは光が反射するかしないか的な感じらしいよん。すんげえざっくりだけどん。あれ、もしかしてだけどん、最近のゲーム散歩でゲーム内の照明の話あったのん。あの中で出てきてるのかな。ほんでもって、NVIDIA 史上最大の性能向上、だと。まあそういうことよ。今回の RTX 4000シリーズよりだいぶ性能上がったやつ、になるのん。RTX 3000シリーズから4000シリーズになるときリーク情報では倍だと。実際には一部ガチで倍だけど、通常の使い方その他の部分ではそこまでじゃないって感じ。まあでも5000シリーズは史上最大って言うんだから、一部にしたって倍に毛が生えた程度じゃおいおいだよねん。とまあまだ2年先だから、ほんとざっくりした情報なんだけどん。うちはここから買う理由買わない理由を考えてみるチャンネル。買う理由。まあ今回買うような人は次も買うって、そこはいいとして、今ってほんと時期悪いじゃん。コロナだ、マイニングだ、戦争だ、円安だって。そこに転売ヤーも入っちゃって必要以上に高い金額払わされてんじゃん。ただ幸いなことに、ちょっと前から PC 性能が環境に対して頭打ちだと、ゲームを始め使用環境のキャップが外れないことには、みんなそんなに困ってないっていうね。なので、2年余裕で待てちゃうんじゃないのん。っていうね。2年後じゃあ色々良くなってるのか、それはわからんが、ただし、DDR5 メモリは多分安くなってるじゃん。PC1 台で見たとき組みやすくなってるじゃん。はずじゃん。いや、そう思いたい。だったらそのとき最新のグラボね。
買わない理由。いやー、なんだかんだ理由つけて現行より 10% だなんだって値上げ続けてるじゃん。以前から言ってる通りこれ続けてるとどこかでユーザーは息切れする。現段階では何とも言えないけんども、今より上げてきたらと思うと、ちょっと恐ろしいよね。今回のグラボ、実際初っ端あまり売れてるイメージないじゃん。やっぱ一瞬身構える金額だよね。つって、そこに2年後今の RTX4000 シリーズが安くなった新品か。そして中古市場にも大マイニングを経験してない RTX3000、4000、1660などが並ぶと。やべえ、2年後楽しそう。はい、今回はむずい。いくらなんでも早すぎてリーク情報もざっくりしすぎてて、状況のイメージでしか出せなかったよん。ただ最後に気づいたマイニング通ってないグラボが中古市場に並ぶ点、強いライバルになりそうだよねん。このチャンネルは視聴者参加型なので、ぜひ皆さんも買う理由買わない理由などなどコメント書き込んでみてねん。というわけで、すっかり忘れてた。首のこりほぐすやつ。当時買ったのがこのタイプもみ玉2個のやつなのん。ポイントは寝た状態で使うと自重でめっちゃつきまくるのん。ほんで喉以外ぐるっと一周揉みほぐすと大体5日かな。ふにゃふにゃになって何も感じなくなるのん。そしたら年に1位2回しか頭痛こなくなったのんよ。ほんでもって、今回十数年ぶりに新しくこのタイプ買ってみたのん。使ってみた結果これは肩をめっちゃちまんでくるのん。5分くらいめっちゃ肩痛いのん。ほんで首には向いてないかな。だから2つ併用すると最強かもしれん。それにしても十数年前は中国の物価がまだ10分の1だったから3000円しないで買えたんだけど今たっけー。とにかく片頭痛持ちはこれで人生変わるかもしれないぞん。ぜひ次の動画もよろしく。